はい、こんにちは、パスガードフィットネスの白木アマゾン大好きです、今日はですね、あのトレアドル、トレアドルパスを、しっかり深掘りして説明していこうと思います。よかったらシェアしていきましょう。では行ってみましょう。 GO! はい、まずトレアドルパスなんですが、まず考えることっていうのは、まず基本、一番最初にトレアドルをやろうと思ってまず考えることは、両手を必ず、膝の、内側からこのライン、袋でここ持ってもいいし、ここのラインですね、内側しっかり持ちましょう。手はこういう状態にしてズボン持つ、またはこういう状態、袋でもどちらでも大丈夫です。でまず、それを覚えた上でやってはいけないことっていうのは、両手でこういうズボンの持ち方は基本あまりよくありません。もちろん、この基本知った上でこう外にこう流すのはあれなんですけど、何も知らずに両手を外側のズボンを持つとよくありません。まずやることは必ず両手でズボンの内側を持つようにしてください。またはここです、このラインしか持ってはいけません。で持ったら必ず、後ろに下がりながら落としましょう。落としたらしっかり肘を伸ばしてストレッチかける、まあ、この手の位置っていうのは剣立てをしているような感じですね。そして足をすり足なんですが、このまま横に動くとこれぐらいしか動けないので、できたらこの足が、こっちに動くように、いわゆるすり足というんです、動くようにして1、2という感じで移動するようにしてください。でこの時の肩の位置なんですが、このまま行くと肘ってこういう状態曲がっちゃう。だから体は必ず、この時にこう行くんじゃなくて、体をこういう状態です。こういう状態、体を旋回しながらズボンを持って体重をかけてあげましょう。でまだ膝ついてないですね。そしたら左手側で内側のズボンを持って、でこのズボンの持ち方なんですが、ここを同じ位置持っちゃダメです。同じ位置持っちゃうと手が届きづらいです。だから必ずこのズボンはこの手から股に近く、こういう感じで持ちましょう。こういう感じで持ちましょう。持ったら伸ばすとちょっと頭側に近づきます。で伸ばした段階で膝、左の膝を必ず体側につけてください。体側につけたら、このまま肘打ちを打つような感じで伸ばして、回しながら肩を取る。肘打ちを打つようにして回して肩口の道具を持つ。で、必ず襟を持っちゃうと、あの相手の頭ってこの押さえづらいんですよ。ちょっと緩いのが分かると思います。ですから必ずこの手が片側を持ってしっかり押さえた状態。だからこの、マークの辺をしっかり持って体重をかけるようにしてください。これがトレアドルの基本になってます。でなぜこの肘を出さなきゃいけないかっていうと、このまま手をこうやって出してしまうと、手を使ってアームロックですね、いわゆるこのこういう感じでジャイアントシルバー VS の戦闘竜みたいな感じに腕を決められてしまう可能性があるわけです。でこれはもう頭から手がこうなってしまうとこれアウトですね。なので必ずそれをさせないために、頭側に対してこう肘を伸ばして回しながら肩を持って、で、押さえるっていうのが重要になってきます。まあ、これがトレアドルの、まず基本的な考えだと思ってください。それを踏まえた上でもう一回いきますね。この状態から足を上げている、両手でズボンを持ってまず下がって落としましょう。落としたらこのすり足、足を使ってスッて戻しましょう。でこのまま落とすと肘曲がっちゃうので、体、足側を向くようにして体重をかけてください。かけたら道具を持ち替え、こういう状態です。道具を持ち替えて伸ばしましょう。伸ばしたら残った膝を体側に行きましょう。つけたら肘から相手の顔を押さえるようにして回しながら肩口の道具を持って、右手で、脇を刺してパスガードパスですね。
もう一回いきます。この状態から落とす、すり足、伸ばす、膝ついてなんですよ。持ち替えたら膝を体側につける。肘を伸ばして回して肩持って、左手で脇を刺すというのがトリアドルの基本になってます。これをしっかり覚えておいてください。で、この手の持ち手と大事なのはすり足ですね。なぜすり足が重要かというと、相手がですね、この段階ですり足ができると、こっちにフェイントで足をこう出した時に、この足を使ってこっちにすり足で行くことができます。例えばドン、スンという感じで、移動が可能になっています。ですから必ずすり足ですね、しっかりやりましょう。落としたら1、このフェイントですね、1にしたらこの足からこっちに行くことができますね。このまま行けば、要は相手をトリアドルで抑えることができます。なので必ずすり足っていうのはマストで覚えてください。で、柔道との違いっていうのは、柔道の場合すり足がこう足がこう揃ってしまうと足払いでこかされてしまうんですが、足が開いた状態からこのままこういうすり足、今のこのトップとボトムの関係性上でここから足払いはできないんですよね。なのでこの場合はこういう感じ、しっかりついで回るっていうのが重要になってきます。で、このトリアドルっていうのは結構相手が、手で押さえてくる時ありますね。グッと骨格上でこのままトリアドルにこっちしたら手でこう押さえて、まずこう押さえてきたら、まずどうするかって、まっすぐ体重をかけましょう。しっかりかけたら残ったこの遠い方の足をスライドしてお腹に乗せましょう。で、残った左手で袋状に持って、こちらをしっかり袋状に持って、両手でこの腰を前に出すようにして引き上げて二本座面に作ってください。これは重要になりますね。この時に、後ろ足側、いわゆる二本座ベリーでいうと、このつま先側に体重が乗っていると、これは体重かかりますね。ですからかけるときっていうのはつま先をちょっと浮かせてます。浮かせてなおかつ腰を出します。そうするとこの二本ベリーがちょうどお腹にしっかり乗りますね。だからこの膝に、自分の体重ほぼ 100% 乗せるようにして、両手で、いわゆるデッドリフトのような状態ですね、持ってきてデッドリフトする感じです。デッドリフトするような感じで引き上げると、かなり抑えやすいですね。一連の流れでやってます。持った状態から落として押さえてきたら二本座ベリーしてここで終了っていう動きですね。で、これを踏まえた上で必ず、考えられるのは、この手をしっかり持っていくという十字が、連携としてあります。で、十字っていうのは必ず足を伸ばした時に、このままちょっと今の状態から十字に入ると相手すぐ起きてしまいます。こう緩いからですね。なので必ず、トリアドルから十字入るときと連携は必ず伸ばしたら足を前に持って、ちょっと相手を横に寝かせてあげましょう。寝かせたら膝を寄せてこの手で襟を持って膝を締める柔道十字に切り替えるようにします。相手がすり足きて手を押さえて、で膝で持ってきたらこの足を前に持ちながらちょっと膝をずらすようにして前に横に寝かせます。そしたら手で腕を取ってこのズボンできたら、離さないようにして柔道十字にするっていうのがトレーニングかなり大事になってきます。はい、そしてまずこの、トレアドルですね。まずトレアドルして、よく落としたら相手がエビしてくる、こうエビしてくるときあります。で、まずこういうときどうするかっていうと、大事なのは、このままだと良くない、しっかり相手を乗せることができません。頭を、この位置ですね、この位置に落とすようにしてください。この位置に持ってきたらこの位置で、つく場所っていうのはここですね、この部分です。ここつけちゃダメです。ここの部分つけるようにしてください。で、この部分つける寸前で上のズボンを離しましょう。まずこっち、この手がこういう状態になります。そしたら
こういうリアクションだったら別にこのままカタカタのように入ればいいし、別にこのまま残ってたらいわゆる逆サイドパスガードも完成します。大事なのはトレアドルを行こうとして行ったんで、エビしてこうなってきます。ちょっとエビとか来ちゃって相手の位置落ちそう、こうなったらまず大事なのは、頭をこの部分ですね、でつけながら横にジャンプ、残った手をこういうリアクションになってくるので、いわゆるこういうリアクションになってくるので、必ず肩固めまたは回して抑え込むっていうのが重要になってきますね。もう一回いきます。押すとしてエビ中にこういう状態です。足を必ず横に束ねちゃいましょう。束ねた上で中につけて横に回るで、肩固めまたはサイドっていう感じで取るとかなりやりやすいですね。はい、次はこのよくあるのが若干こう相手が体を丸めてる状態ですね。ちょっと丸めてる状態でしたら、よくあるこの持ち合い持って両方持ってちょっと体を起こすとこういう状態になります。ちょっと摩擦面が少なくなります。これを使って手をこういう状態押し込んで、こういう状態を作るとどうなるかっていうと、押し込んでこっち側に回してあげましょう。そして膝をつけると、いわゆる、自分が移動せずに、トレアドルにつなぐことができます。相手が足を上げている状態でしたらこういう状態ですね。で両方持って一回押し込んだ、こっちを押し込んでこっちは中に押す、ちょっと相手を持ち上げるんですね。ちょっと引いたらこの固定が強い場合は持ち上げてこっち側に流してみましょう。持ち上げたら引き出してこっちに流してあげましょう。流して膝をついて、そうするとトレアドルに、移行することも簡単になりますね。手の動きは必ずこういう動きですね。反対だったらこういう動きっていう感じで足を流して、サイドに移ると良いでしょう。で、例えばこのクロスニーからも結構つなぐことができます。相手がクロスニーはこういう状態で行こうとして、いわゆるクロスニーですよね。膝を入れる、ただクロスニー膝がついちゃったらなんですけど、この段階だけだったらちょっとズボンに持ち替えてこう持つんです。持って左足を下げると、もうこれでトレアドルに流して入ることができます。クロスニーからの連携もかなりやりやすいですね。この状態から相手が足を上げていて中にクロスニーで入ろうとし、ちょっと入れません、そしたら上のズボンを外しながら流す、すり足使う。そうするとトレアドルになりやすいんで、クロスニーとの相性はかなりいいです。なので必ずクロスニーとセットに、今は巻き差しですよね、とセットにして覚えるとちょっと距離感が変わります。近い状態から遠い状態っていう感じで使うことができるので、これですね、トレアドル必ず使うようにしてください。で、このトレアドルの重要な点っていうのは、すり足がまず1点ですね。で、このすり足必ず、できるようになりましょう。で、それを同時に手を入れ替えるっていう技術ですね。で、この体を必ず相手に乗せるときに足を開いて体重を乗せなければいけません。で、この動きっていうのが、このこういう動きですね。これがかなり最初難しいですね。で、体重のかけ方はお尻を後ろにして、まあ、いわゆるこの、すり上げなんですね。こうすり上げのような状態にして、相手を体重をかけないといけないので、これがそのかなり難しいんですね。ですからそこをしっかり覚えた上で、あと持ち手、ズボンが必ず股下に近づくように持ってきて伸ばす。で、同じところを持ってしまうと、首に近づかないので、観測を意識して持ってくるっていうことによって、トレアドルしっかりできると思います。なので、まあ、よかったら参考になさってください。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。